どうも、グッピーです。ラーベです。巨匠です。はい、というわけでイバンチ TV 料理編始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでね、今回も磯目クッキングやっていきたいと思います。磯目好きだね。で、この前はですね、磯目をかき揚げ天ぷらにして、年明けうどんとともに召し上がろうという企画でしたが、今回は、皆さんご存知でしょうか、都市伝説。え？何？ミミズハンバーグ、ハンバーガー。聞いたことあるね。あの某なんか、ハンバーガーチェーン店の、お肉にミミズが入ってましたよっていう都市伝説なんですけど、今日はですね、そちらを真実にします。名付けてミミズじゃなくて磯目ハンバーグーよ。盛り上がってないね。いや、めっちゃ盛り上がってる。盛り上がってる、大丈夫。楽しみすぎて。磯目ハンバーガーを今回は作っていきます。しゃあやるぜ。よし、じゃあグッピーママ。はい、ママだよ。エコるんだよ。かわいい。イエーイ。というわけで、はい、磯目ハンバーガーを作るにあたっての材料紹介いきたいと思います。はい、お願いします。はい、で今回はですね、材料目白押し、いろいろありますね。まずは玉ねぎですね。やっぱり玉ねぎ、あとこれ、パン粉、やっぱつなぎとしてね、磯目だけだとやっぱりあの水気がすごいんで、そうだよ、ね、パン粉を使ってちょっと、あの成形の時にね、成形しやすいようにします。あとは、バターとかね、生姜とか、これはね本当に、前回ね、やっぱり生臭いっていうのも、やっぱり磯目生臭くて苦いっていうのもあったんで、やっぱり生姜で、匂い消し。あ、いいね。で、バターでもやっぱ匂い消しですね。素晴らしい。味をマイルドにするのもありますね。で、ハンバーガーといえばやっぱり、ね、こちらです。イングリッシュマフィン。これをね、半額のこいつを使っていきたいと思います。半額のね。はい。で、そこにやっぱり男子大好き、とろけるスライスチーズですね。いや、もう100点だね。これを、もうインして挟んで、もう完璧ですよ。今回は美味しい、そうだね、磯目ハンバーグを作っていきたいと思います。やめてやめない、見ないで。で、メインディッシュがね、メインディッシュ磯目ちゃんでございます。青磯目ですね、今回。青磯目、赤磯目は、青磯目、赤磯目は封印です。あれはもう人間の食べ物ではありません。はい、はい、じゃあ青磯目、はい、青磯目のハンバーガーですね。ハンバーガーです。じゃあ早速やっていきましょう。作っていきます。はい、グッピーママ。はい。じゃあ、青磯目をね、うん、新鮮な青磯目ちゃんを、まず、やっぱり、うわぁ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 、すごいな。洗っていきたいと思います。はい。いやぁ筋肉じゃねえか。マグマスパゲティの。すごいですね、これね。いやぁ。うわぁ、やっぱりダメだ。この感触は、いつまで経っても慣れないます。気持ち悪い。一個一個やろう。2回目だから慣れてると思ったら、そうでもないんだ、やっぱり。これもやばいよ。今日はちょっと量が多いっすね、これね。量多いね。でも、あれですよね、ハンバーグ2人分。そうですよ、一応、ね、今日は一応2個あるんで、そうですよ、ね、もったいないですか、やっぱ食材余すことなく使う。そう、前回はね、グッピーさん一人でしか食ってなかったけど、今回は ね、チャレンジャーが、はい、チャレンジャーいますね。お、え、まさか俺。ナベさん、俺。じゃあ磯目の何ですか。はい、しっかり、汚れ落とした磯目ちゃん、出来上がりました。これをまな板に、やって、うわ、やっぱりハンバーグなんでね、うん、ミンチにしたいと思います。え、それ切れてる。こう両手で押し付けた方がいい。そう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 、あいつさ、あいつさ、いいね、いいね、あいつさ。どう、久しぶりの磯目ちゃんは。やっぱりね、うん、赤磯目までとはいかないけど、うん、やっぱりその独特のね、生臭い匂いはありますね、うん、うわ。はい、じゃあこんなもんでいいかな。はい、出来上がりました。はい、はい、磯目ミンチでございますね。はい、いやいや、それマジでとんでもないっすよ。いや、すごいエキスが出て美味しそうですね。はい、じゃああとね、玉ねぎ、みじん切りしたものを、じゃあまず加えていきます。はい、
はい。どんぐらいだって半分ぐらい？半分ぐらいですね。玉ねぎ半かけ。うんうんうん。はい。二分の一。はい。ちょっとレシピをね。塩コショウ。塩コショウね。はい。これ目分量ですね。うん。下味をつけて。まあ、下味をつけます、ね。はいはいはい。こんなもんかな。今回足りないらしいから、はい、たっぷりめでね。たっぷりめで。で、先ほど紹介したかったけど。あ、卵ね。卵。ハンバーグには欠かせないね。そうですね。そして、はい。やっぱつなぎですね。うん。パン粉。これがないと固まらない。多めに。そうそうそう。水分がそのエキスがあるから。玉ねぎの水分と、うん、その磯目の水分が結構多いから。まあ、結構本当に結構入れてるね本当に。うん。うん、まあ、目分量で。はい。で混ぜていきますと。あ、それで生姜は生姜。あ、生姜だそう。匂い消し。匂い消しの生姜をね。はい、生姜を。おお、結構入れるね。こんなもんかな。うん。まあ、入れてる。臭みを消すためにはやっぱ生姜多めにね、うんうんうん、入れた方がいいんで。まあ間違いないね、はい、あ、うわ、ええ何、もう磯目がないぞ。嘘だ。はい、もう磯目の匂いないっす。え、嗅いでみる。マジでないから、そんな嘘言わないよ。じゃあ、まあ、はい、鍋さんがちょうどいるから。え、マジでなんか本当にない。何の匂い。生姜の匂い変わってる。生姜、うん、生姜。いや、生姜すごいね、マジで。いやー、すごいわ。全然あの磯目の本当に生臭さが消えました、うん、本当に1ミリもない。すげー。そして、うん、いい感じに固まる。固まる。え、ちょっと水分多そうじゃない、うん、ちょっと多いけどべちゃってしてるね。うん、でも成形はできますねこれ。はい、というわけで磯目ハンバーグの種ができました。素晴らしい。ダーン。素晴らしい。もうなんかね、うん、見た目なんかハンバーグのその普通の種に、うん、なんかこんにゃく入ってんじゃん、いとこも入ってますよみたいな。確かにね。感じですね。見た目的には。はいはい、見た目的にはね、うんうん。はい。というわけでじゃあ早速焼いていきたいと思います。はい、今日もまずオリーブオイルですね。お、いいね。少し垂らしまして。うん、あ、いい音してるねもうね。うわー、もう。でこれにバターですね。バター。結構たっぷりめに。おお。結構入れたね、はい、本当に結構入れたね、はい、一周ね。あ、もうこれついちゃうんじゃない、入れないと。そうですね。うん、じゃあこれに、じゃあ入れていきましょう。はい、お願いします。はい、投入、はい、よいしょ。おお、はい、今回は、ま、マジでうまくいきそうな。あ、マジ、ま、うまそう。もうバターの匂いしかしないもん今。待って、こう混ぜないと こりちゃう、はい、はいはい。じゃあ一回お酒を入れてね、はいはい、ちょっと蒸す感じで。うわっ、うわ、素晴らしい。いや、すげえバターのいい匂い。うん、今んとこね、うん、全く本当に何度も言いますけど、うん、磯目感はゼロです。不安要素ゼロだね。はい、絶対うまいじゃん。ああ、いい匂い。本当に料理の匂いしかしないですね。いや、本当にいい匂いするわ。うん、全然。さあ、まあこれはね、以前のかき揚げでも同じこと言ってましたからね。そうだね。はい、かき揚げ仕上がって、うん、おー、いい感じじゃん、お魚の天ぷらみたいみたいな、うん、言ってたんですけど、はいはい、まあ、実際食べてみたら、うん、おほほーみたいな、おほほーみたいな感じだったんで、たね、うん、まあまあ食べてみましょう、とりあえず。そうだね、食べないと分かんないからね。はい、焼き上がりまでとりあえず、はい、待ちますか。じっくりね。はい、はい、というわけで焼き上がりました。やった。はい、で、バンズもね用意しました。これチーズをね、とろけるチーズをふんだんに使いまして、うん、うんうんうん。じゃあこちらに、そうだね、じゃあお肉をね、いきましょう。ではオープン。カーン。当たるんかい、はい、いやー、普通に当ててるね。普通のハンバーグです今んとこ。ちょっとね、崩れちゃってますけど、ちょっと大きかったかな、うん、ビッグマックですね。そうだね。あー、いい匂い。乗せて完成だからね。はい、インして。あ、ちょうどいい。でも、うん、ちょっとはみ出るぐらいがやっぱりね、うん、美味しそうに見えますからね。確かに確かに。はい、こっちちょっと緩かったかな。これちょっとやばい。じゃあちょっと頑張って。あー、食べるときボロボロになっちゃうやつだ、はい、食べにくいやつ。でもそこがチーズをね、チーズでね、はい、挟んで修正してくれれば。挟んで、うお、出来上がりました。磯目ハンバーグできた。すげー、よっしゃ。じゃあついに実食ですね。これをね、食べていきましょう、はい、今日は2つあるんでね、いっぱい食べれるよ。はい、グッピーさん、はい、ということで、はい、早速磯目ハンバーグを、照り焼きハンバーガーを、こっちだよ、食べていきたいと。おーい、え、なんで俺は磯目ハンバーグなの。お前照り焼きハンバーグ食ってんだよ。照り焼きハンバーグうまいじゃん。はい、じゃあこちらね、はい、こちらですね、はい、磯目ハンバーガーを
食していきたいと思います。いやついにだね、実食。え、実際鍋さんこれどういけると思う？これ、これ、うーん、無理。そりゃそうだよ、無理。まあでも今日はね、チーズとかね、うん、いろいろ、ね、うん、うわうわ、うまそう。チーズ伸びてるじゃん、すげえ。で、ケチャップもね、あ、入れたんだ、入れましたんで、ソースでね。いや、じゃあもううまいじゃん。これはうまいっすよ、絶対。じゃあいただきます。はい、どうぞ。はい、うわ、めっちゃいい音して、今音がいい音した。普通に、ほらやばい、これうまいガチのやつじゃん。うまい。マジで。え、待って待って、よく感じてみてよ、苦味とかさ、はい、その生臭さとかさ、うん、え、うまいこれハンバーガーですやん、普通に。嘘嘘。え、なんのあれもないわ、磯目、うん、金沢一気に去ったね、これね。え、磯目要素ないの？ない。え、鍋さん、え、ちょっとマジで食べてくださいよ。え、待って待って、ケチャップついてるところがいいんじゃないの？いやいや、普通にいける。いや、これだけで頑張ってみて。いや、いけるいける、大丈夫大丈夫、マジで。うわ、全然普通じゃね肉だけはちょっときついんじゃない？あのね、うん、生臭みがマジでない。ないんかい。ないわ、だって鍋くんが食えんだもん。確かに。じゃあ普通にこれハンバーガーじゃん、もう。うん、あれあれ、おかしいな、これ食べて、うん、そうだよね、KO のやつね。いや、なると思ったんだけど、うん、いや、これよりうまいわ、多分。ああ、この100円のハンバーガーよりね。うん、いや、マジマジマジえ、お前食ってみる、マジで。これ、多分一般人でも普通にいけるやつだから。マジで。うん、はい、はい、じゃあ、こちらのね、磯目ハンバーガーを食べていきたいと思います。はい、どうぞ。もう肉があるとこをね、やっぱり食べなきゃいけない、これ、はい、はみ出てる。あー、はみ出ていいね、それ。じゃあ、いただきます。はい、どうぞ。お、いいね、いくね。どうすか、マジで、うまい。マジでうまいわ。よっしゃ、これはいけますね。うん、まあ、やっぱちょっと普通のハンバーガーとかよりは、うん、臭みみたいな多少あるけど、うんうんうん、全然ハンバーガーって言われたら、はい、うん、ハンバーガー、ハンバーガーだよね、うん、普通に分かんない、磯目入ってる。いやおめでとう、大成功。いや、うまく調理できましたよ、マジで。じゃあこれ食べていこっか、ね、はい。うん、本当に食えるやつじゃん、これ。全然飲み物とかいらないもん、マジで。うんうんうん、本当に飲み込みやすいし、うん、おお、あとじゃあこの、うん、まあ大したことないでしょ、うん、前回はね、このお皿にね、うん、タルタルソースとかつけながら、うん、頑張ったけど、うん、早すぎる今回。はいはい、はい、どうぞ。完食でございます。完食です、おめでとうございます。余裕ですね、余裕とかもなんか余裕とかじゃないね、ほんとね、まあ、美味しいもん、普通に食事としてね、うん、普通に本当に食事として召し上がれる、うんうん、上等なレベルです、うん、いや素晴らしい、うん、ウスメってこんな美味しく食べられるんだね、うん、本当に飲み込みなさいよ、はしたないよ、いっぱい食っちゃったから、確かに書き込んじゃった。はい、というわけで皆さん、その都市伝説のね、うん、ミミズバーグ、うん、わーみたいな、あのミミズなんか食えるわけねみたいな、うんうん、皆さん思ってますけど、うん、まあ今回はね、ミミズじゃなくてイソメですけど、うん、いや、もうちゃんと調理すれば、うん、青い染めでも美味しく食べれるってことは本当に判明しましたので、皆さん青い染め食うときはぜひね、こちらのハンバーグにして、うん、パンに挟んで食べるとめちゃめちゃ美味しいです。なので釣りでね、うん、あー青い染め余っちゃったよ、釣れなくて、そういうときは
家に持ち帰って、うん、ママ青い染めハンバーグ食べさせてお母さんに作ってもらってもいいかな、ね、はい、以上です。監督ご視聴ありがとうございましたありがとうございました。